こんにちは。皆さん、コピペってご存知ですか多分パソコンなどをよく使う方はご存知だと思います。コピペ、なんか可愛い響きですが、コピペとはコピーペーストの略です。パソコンでデータを複製したいときにコピーという機能を使いますが、コピーするとデータは一度クリップボードと呼ばれる記憶場所に移されます。そして、 ペースト貼り付けとも言いますがペーストするとクリップボードに写しておいたデータを取り出して表示させることができますこの流れをココピピーペーペペスト、コピペと呼びます例えば書類を作る流れで説明すると前回作った文字をまた使いたいという時に前回の書類データから文字をコピーして 今回の書類データにペーストをすると前回の文字のデータが移せます他にもカット切り取りという機能がありますコピーと違うのはコピーは前のデータを残したまま記憶場所に移しますがカットは前のデータを残さず削除して記憶場所に移しますどちらもペーストで貼り付けることはできますがコピーは前のデータを残し カットは残らないという風な感じですクリップボードにも少し触れておくと通常は一つのデータのみ記憶でき違うソフトにもデータをコピーできるというところが便利です例えばワードで作った文字を Excel に移したりもできますとても便利な機能です